昭和歌謡の世界に入っていただきましょう。昨年に引き続きお読みいただきありがとうございます。日本でも2団体しかない歌謡曲専門のビッグバンドです。今年も懐かしの昭和歌謡を中心に選曲して皆様と一緒に歌って踊って楽しめるようメンバー一同頑張りますということですので、皆さんもぜひ一緒に鶴さんで楽しんでください。それでは参りましょう。日立市ザ・ヒッパレルの皆さんです。どうぞ。懐かしの曲をお届けします。2人が出てきますので、じっとり
とお聴きください。では曲目は言いません。よろしくお願いいたします。Thank you.
とうございます。それではここからはですね、リーダーの渡辺さんが、ここからは普通のドラマーに戻りたいということでそっと MC マイクを置きましたので、これからは私横須賀が引き継いでまいりたいと思います。それでは早速メンバー紹介をしていきたいと思います。純不動です。テナーサックス八津光弘、川野明子、小野寺由紀子、飯島遥、そして今日は栃木のメンバーさんで今回参加してくださっております、バリトンサックス川上重隆、そしてトロンボーンに参ります。トロンボーンは川上俊郎、城之内彩子、遠藤俊夫、役は俊弘、はい、もっと聞きたいでしょうかね。今はちょっとここで止めておきます。後ほどは後半のお楽しみということで、それでは早速また歌の方に参りたいと思います。次は1980年アリスの谷村新司さんの名曲スバルをお届けいたします。我らが加藤ちゃん、加藤博士が歌います。それではどうぞ。
お届けいたしました。途中ね、男性のコーラスの声が聞こえてきたかと思いますが、キーボードの、木村くんがキーボードを駆使して、素敵なコーラスを演奏してくださいました。今度はまた何か持ってきましたね。はい、いろいろね、キーボードは今日はキーボードだけじゃないんですね。やることがね、たくさんございます。それでは、次の曲に参ります。次は愛さんさんです。この曲は1986年の美空ひばりさんの曲で、作詞作曲はシンガーソングライターの小倉圭さんです。歌うは男性のハイトーンボイスを持つ、ファルセット裏声をね駆使しまして、とてもしびれる歌声の中江豊でございます。それではどうぞ。
届けいたしました。中井さんでした。ありがとうございます。しみじみしますね、この曲はね。はい、それではここで、メンバー紹介の、続きに参りたいと思います。それではトランペット参りましょう。トランペット川野久志、小野義文、そして栃木からまた参加してくださっておりますトランペット佐藤陽子、ございます。同じく栃木から参加していただいております、永田幸代、リズムセクションの方に参りたいと思います。ギター2人、お二方いますね。ギター浦山はじめ、小松崎栄一、そしてベースもお二人いらっしゃいますね。小野真一、根本当時、今ね、パーカッション持ってますけど、はい、ドラム、渡辺和也、パーカッション、助川聡、そしてここで素晴らしいコーラスを披露してくれているのがアケミンです。そして私たちの投資記者というかね、コンダクターでございます、斉藤康夫でございます。ありがとうございます。それでは次の、大変申し訳ない、さっき紹介したから忘れちゃいました、すいません。キーボード木村浩二、はい、キーボードだけじゃないピアニカ、いろんなことをやってくれております。はい、それでは、忘れてないですね、大丈夫ですね。はい、次の曲は小泉今日子さんの17枚目のシングルで、なんてたってアイドルをお立てていたします。歌は私たちのアイドル宮田裕美が元気に歌います。どうぞ。なんてたってWe'll be right back.
ございます。我々のザ・ヒットパレードの、楽曲も次の曲でラストの曲となってしまいました。最後はですね、令和の時代になってもまだまだ根強い人気の中森明菜さんの楽曲デザイナー情熱です。1986年に発売されましたね。歌うは岡崎純子です。衣装もバッチリ決まってます。どうぞ。やりきれない。
ね、ちょっとジャズとは違ってまた楽しんでいただけたんじゃないかなと思っております。